ラスベガスのスロットでジャックポット当てるまで帰れません。無理。1回転240円で横澤がチャレンジ。いけ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 。あ、オブホラーっていう題をしたいと思います。機械割り96で1番ありました。バリアンスがミディアム。顔やばい。うわー、バイ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 。あー、どういう声。いいんですか。いや、怖い。最も近かった、ジャックボットに近かったね、今。あー、なくなっちゃった。2000ドルのラスト100ドルです。20万だよ。ゆぶさん、所有金ゼロです。いやー、ということで結果は20万横さんのおじさんが、失ってるということでした。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。金出せ。言えろ、金を。ソータン出さしちゃダメ。俺が出すよ、それは。じゃあお願いします。え、これ熱いかも。これ熱そうじゃない。あ、はい、はい、ということでジャックボットだ。やったやった。周りのお客さんがみんなジャックボットで頼んでこっち見てます。69度。検証結果、プロギャンブラーは24時間以内にジャックボットを出せます。帰ろう。え、そういうわけにいかない。あれはジャックボットではない。あれはね、怖い。ミニジャックボット。どっからが大事なの。せめて2243とか間違える。赤いやつがジャックボット。上から2番目はもうジャックボットよ。冷静になってほしくて、もうちょっとスロット楽しいものだと思うから慎重にやってほしい。なるほど。いきますよ。いやー、よし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 。確かにね、可能性感じるわ。俺この台の運転手になってるの。ほら、ほらほらほら、もう台と体がいっぱいなの。お母さんそこにいるんだねっつって。ジャックボットがそこにいるのね。え、青が来るから。ほら来た来た。すごい、ジャックボットの安売り。あ、出た。これ出た。チャンスだよ。ついに初ボーナス来るんじゃない。青のジャックポットがボーナス。見えた見えた見えた、マジで見えた。これです、ボーナス。ほんまや。なんで見えた。いきます。やばい、動いた動いたの。あ、プリンスリーピックス。すごいすごいすごい。これだ。うおー、熱い熱い。いた。うわ、え、三掛けプラスワンピックになった。ホイール。すごい、パーフェクト。俺らはなんでこんなにも逃すんだ。聞こえました、はい、ここまでです。え、この台ここまでって今神のおぼしめしを受けました。それあれもね、話すの何回回したんだ。やばいよ、370度だから1回転1400回転。わぁ、わぁ、頑張ったね。頑張った。ちょっと次の台行こう。次は何打つ？時間もそうなんですけど、カメラのバッテリーも結構ヤバくてですね。つまり掛け金上げた方がいいと思う。あ、仕事で前。そこしかない。一番大きいのが34,000で、1個下が12,000だから、しかも4分もあるし2000もあるから、これいい、これいいんじゃない。
RTP は出なかったんだけど、同じブラジルのジェムズのシリーズが 96.2 と 97.42 だったから、多分これも高いと思う。高そう。一発台です。これだって1回転27ドルだから。ねえ、バカじゃないの本当に。ちょっと1回やってみて。1回転3000だよ。ちょっと1回転だけまずさ、様子見で回してみて。50倍だよ日本のスロットの。これやばいってマジで。ちょっと1回試して。1回、まあ、ここに590ドル。そうか、許可を。ゴー。サクッといったな。まあ正直なことを言っていいですか、はい、ちょっとワクワクしてしまった。やばいなこれマジで。俺も人生初めて、さすがに1回転27ドルは。いきます。行こう。怖っ。17ドル溶けた。怖っ。あ、もう俺何喋れない、怖くて。よしよし。うわー、これが横に通してれば1万2000ドル。マジ？めっちゃ楽しい。言ってることやば、この人。こっちかもしれん。あ、ガチャコンってやつ。あー、いい、スロットっぽい。え、ちょっ、15倍じゃない？待って、これやばいかも。15×15 です。225。うわー、来たー。やめよう、ここで。やめません。やば。やば。あった。ほら。惜しい。来た。お、あ、なる。お、よしよしよし。やばいんじゃない？結構。え、これやばいかも。450。はぁ、いやめっちゃ楽しかった。終わろう。え、もういいかった。いや、その考え方おかしい。30回ぐらい回せるって考え方が正しい。頭いいね。頭いいでしょ。でもこんなん来てるとして思いなくない？おし、はっ、はっ、はっ。うわー、なんかこんないい人あるのなら教えて。教えて。初めてこの台が演出を見せたよ。やばい、感覚あった。って感じだった。やばい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 、あと2回転しかできない。終わった。やばいやばい。え？え？え？横澤さん。横澤さん、刺さなきゃ。誰かの養分、刺さなきゃ。誰かの養分、こんな性の勝負の大会へ。ダメダメ、横澤、横澤、もうダメだよそれ。終わり終わり。やばすぎ。これが勝負師。皆さん、彼は100万200万が動くゲームをやっぱり毎日やってるので、こういうことができるんであって、皆さんは絶対真似しないようにしてください。僕もソータも聞いてるので、はい。ねえ、2000ドルは俺の出すから大丈夫。ほら、1万2000ドル。あ、そうなんだ。え、待って待って待って、一回落ち着いて。俺の渡した2000ドルは今ので最後ってこと？一旦ちょっと貯金してる。貯金箱に。貯金箱だと思ってるんですか？これやばいってマジで。さすがに頼む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 。うっ、え、来た。え、マジでジャックポットじゃん。953足す30です。ただね、覚えてるよ、そんな。俺らのジャックポットの定義。1000ドル以上。じゃあこれは。やば。はぁ、これはね、助走ジャックポットです。リーチは信憑性あるんだ。リーチ信憑性ある。はっ、ほら、頼む、マジで頼む。やばい。うわぁ、やばい、俺スロットの新境地開拓してれば。今まで体験したことないスロットで、この暑さめちゃくちゃ今暑い。横澤、出そう出そう。横澤、いけ、頼む。あー、お、でかでかそう。でかでかでか。え、やば。え、
え15分で15だわ。え地獄の淵から戻ってきたこと。マジ？あ、我々がこの台を打ち始めてから来てください。もうすでにこの台に1万ドル入れてます。は？え1万ドル入れたのこの台に。そうでしょう。900ドルゲッツ。あ、おっ、そうだ。うおいや、一発1095、最高額だ。今日最高額一発1095。やばい。ここで開けるのがマジでマックスだから。そしたらもう完璧なの。分かった、ソータ分かってるらしい。俺はちなみにあそこでやめちゃう。あ、引き時だなって思って。マックスはあそこじゃないんだってよ。ここまで戻ったら確かにここかなと。違うらしい。何言ってんだよ。ジャックポット出るまで帰れねえって言い始めたのはヒロキだろ。決めたことはやり遂げないと。今あそこって持ったらなんかかっこいい男だ。やるしかねえんだよ。ただのギャンブル教だけどかっこいいな。視聴者さんだってね、行くとこまで行ってほしいと思ってる。なるほど。行くしかねえんだよ俺は。マジでここで引いたらただの紙動画なんよ。マジで。はっ、おっ、900でいいよ。とりあえず一旦900でいい。うわ、マジでマックスはここじゃなかった。やばいやばいやばい。80ドルからの。やば、2000超えた。やばい動画になってます。皆さん今僕らラスベガスで奇跡起こしまくってますよ。これ行こう。行くしかねえ。これはもうこうやってほらちょいちょい当たるから。でかいでかいでかい。結構こうやって当たってほら2000また戻って。西暦みたいな感じ。あとは絶対に当たるの。タイムスリップしてるんだな。今に俺が見られた。バックトゥザフューチャーするわけ。こっから俺らはだからこっから3万4000名を目指しに行くわけ。なるほど。そう、未来に行こう。未来に行くの。よし、900ドルゲット。さあ、ドル。やばいんだけど。いやもうさ、いい。4回目ですこれ。えらないねマジで。マジで設定とか言い出した。当たり方おかしくない。さっきからだって確かに毎回抽選。はっ、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、やばい、全回転。俺もそう思った。フリーズしたと思った。マジで壊れただけ。えすごい動画撮れたんじゃない今もしかして。うん、ジャックボットよりすごいかも。間違いない。こんなことないでしょ普通。生きてて初めて見たわ。いやー当てたいね。もうこうなったら当てたいね。よっさ、マジで当たったと思う。ああどうしてんだから。おめえや壊れてんの俺か。ああ、ほら、ほら、だから独立だこれが。お、は、お、ああ、九十。じゃあもうさ、900かもおかしいな。ジャックポットが見える率が高くなってる気が。いや、それはね、そうだからね、完全独立抽選じゃないと思うこれ。来てると思う。シンプルに。うん。お、ああ、違う。惜しいねこれね。この台楽しすぎるんだが。して。ほら、やっとここで。やったわ。この台をぶっ壊しました僕は。
これは正真正銘ジャックポットです。やばマジでやばい、見て見て、そうだこれ見て、マジでやっやったわ。おお、音楽流れた。これ何この音楽この音楽めっちゃいいんだけど、すげえ勝利の前最高の動画でした。やばいよ、80ドルから6000だよ。6000だ、6000。というわけで正真正銘こちらはジャックポットなので、はい、これが言いたかった、アテンダント呼ばなきゃいけないんです。アテンダント呼ぶやつがジャックポットだ。これね、キャッシュアウトできないんじゃなくて書類とか書かなきゃいけないの、マジで。そうなんだ。 Are you in the system? Yes。ジャックポットが出てる、はい、です。というわけで無事にお金受け取れました。本日の収支なんとプラス2074ドルとなりました。おマイナス3920ドルからのプラス2074ドルです。マジ奇跡だよ。短いスロットマシーンのやっぱ怖さっていうのはね、今日はね僕ら本当にこれだけは伝えておきたいんですけど、絶対に勝てません。僕らも今日は企画っていうことで最後まで全力でやらせていただきましたけど、それはね男としてプロギャンブラーとして、でもトータルは絶対にマイナスになります。ということで企画ですが成功なので帰ります。やったー、帰れません系の企画で終わると思わなかった俺マジで絶対負けると思ったから 100% の確率で、まさかの 100% じゃなかったので勝っちゃったじゃないですか今回に。はい、勝っちゃいました。2000ドルの使い道をちょっと考えなきゃいけないですよね。はい、後日、はい、スパとステーキは絶対行こう。やったー、痛い、さすがに確定で、やったー、本当に楽しい動画になりました。バイ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 。